続きまして、そうですね、こちら会場スポンサーと、させて、していただいている、プレゼンターさんの方から、簡単な LT をの方に入らせていただきます。よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。私ですね、こちらのプレゼンターラウンジの運営しております、株式会社インプリムの遠藤と申します。ちょっとだけですね、お時間の方いただきまして、弊社プロダクトのプレゼンターの紹介をいただければと思います。まずその前にですね、処置の方を簡単にさせていただきます。後ろのカウンターの方なんですが、こちら関係者以外は入れないことになっておりますので、立ち入りの方はご遠慮ください。それからそちらもですね、これビリヤード台なんですけども、ビリヤード台であったり、後ろのダーツであったり、あちら、カバーかぶってますけど、まあ、見る人が見たら分かるかなと思いますが、ジャンタクルです。今日はお使いいただけませんので、触らないようにお願いします。まあ、あのものを置いてでも結構ですので、はい。それからですね、お手洗いの方、入口出まして右手奥側になっております。まあ、小さいお手洗いですが、他のフロアはですね、使えないようになっていますので、ちょっと順番にお使いいただければと思います。それから喫煙所の方は設けておりませんので、喫煙の方はご遠慮ください。それからゴミの方ですね、後ろにゴミ箱の方ございますので、分別だけご協力をお願いいたします。それからこちら、防犯カメラの方でですね、録画しておりますので、あらかじめご了承ください。はい。Wi-Fi の方は皆さん大丈夫ですかね。はい。ではちょっとだけ、弊社プロダクトのプレゼンターについてご紹介させていただきます。プレゼンターはですね、弊社、株式会社インプリムが開発して、OSS として公開しているノーコード、ローコードの開発ツールとなっております。まあ、今、ノーコードといいますと、サイボンさんのキントーンがですね、トヨタさんを使って CM いっぱいやってますけれども、まあ、あれに近い形です。あれの OSS 版と思っていただければよろしいかと思います。まあ、簡単に言うとですね、Web データベース型の業務アプリがですね、簡単に作れますよといったプロダクトになっております。こちらはですね、IT レビュー、レビュー投稿サイトの IT レビューの方でですね、ノーコードカテゴリーについて満足度1位の方をいただいています。それから今年はですね、同じく IT レビューなんですけれども、ベストソフトウェアインジャパン2024ということで、1万製品ぐらいあるんですかね、IT レビューに登録されているサービスであったりプロダクトが1万近くあるんですが、その中で44位ということですね、大変嬉しい賞をいただきました。それからノーコード、ローコードの各部門ではですね、最高位となりますリーダーという称号を6期連続でいただいております。まあ、カテゴリー的にですね、ノーコード、ローコードのカテゴリーにおいてはかなり後発のプロダクトにはなるんですけれども、じわりじわりと認知していただけているのかなというふうに思っております。時間もないのでですね、ちょっとだけにはなるんですが、デモの方をさせていただきます。こちらがですね、プレゼンターのトップ画面になります。で、この2つ並んでいるのがですね、テーブル、まあ、いわゆるアプリになるんです。でもこちらですね、開いていただくと、一覧の画面、登録されテーブルに登録されているレコードが一覧で見れますよと。で、その中の一点、クリックしていただくと、詳細が見えると。まあ、要するに単表形式のデータベースになっております。で、一覧であったり、編集の画面であったり以外ですね、例えばこれは WBS、タスクを管理するようなテーブルになっております。こういったガントチャートですね。バーンダウンで、時系列、看板なんかもですね、こちらで、トラックのブロックで、状況変更できるというような形で、さまざまな表示形式でデータの方は使うことができます。例えばこちらのカーゾーライブラリーですね。結構、意図しないところで、無料画像ライブラリーみたいなのに検索される方も最近多いので、結構こういう需要もあるんだなと思っております。それからですね、新規で作成する場合、アプリですね、を作る場合は、大体200個ぐらいのテンプレートが初期で、用意されております。ここからですね、こういう業務をやりたいんですというのを選んでいただいて、例えば、商談管理なんかを作りましょう。それでこういう項目がもうプリセットされてますので、作成としていただくと、こういうふうに新しい形式ができます。当然、まあ、最初はレコードないわけですけれども、例えば適当に。登録いただくと、レコードが一件できました。ただ、これではちょっと項目が足りないんですといった場合にですね、マウス操作だけで項目を追加したりすることができます。
でもこれで商談の管理ですよね。商談角度という、商談角度というのを追加します。で選択肢というところですね。あとはいい中央からかなり雑ですけど、というので決定していただきますと、先ほどの画面の中にこういうふうに項目の方が追加されます。こういう形でですね、自由に項目を追加したり減らしたりしてカスタマイズできますので、現場の方でもですね、業務に合わせたアプリケーションがすぐに作れますよというようなものになっております。ぜひですね、Excel 管理しているような業務が大体置き換えられるかなと思いますので、お試しいただければなと思います。はい、というわけでプリジェンターはですね、オープンソースとして公開しておりますので、無料でお使いいただくことができます。こちらに記載されておりますプリジェンター ORG の方からダウンロードいただきますと、Windows 環境と Linux 環境で、お使いいただくことができます。 Linux の方はですね、OS と、Postgre と、Nginx、完全にですね、オープンソースの環境で無料で、構築することができますので、ぜひお試しください。それからウェブの方でですね、こちらの ORG の方で登録いただけるんですが、メールアドレスだけ入れていただければ60日間全機能自由に使える専用のデモ環境が払い出されます。専用の環境ですので、他の入学に見えることはないので、自由にお使いいただけます。それから3名までという制限があるんですけれども、弊社で運営しているクラウドサービスリゾタドットネットといいますけれども、こちらも無料でお使いいただけますので、ぜひお試しいただければと思います。はい、それからですね、こちらのプリゼンターラウンジ、IT 系のイベント等にですね、無料でお伝えいただけますので、会場を探している方がいらっしゃいましたら、ぜひご利用いただければと思います。はい、最後です。プリゼンターは成長させてくれる方、大募集中ということですね。定職考えている方いらっしゃいましたら、ぜひご検討いただければというふうに思います。こちらの QR コードとか載っているチラシ、後ろに置いておりますので、ぜひですね、会員をお持ちいただければというふうに思います。ノベルティもいくつか置いてますので、自由にお持ち帰りいただければと思います。はい、私からは以上となります。ありがとうございました。